疲れじゃ。はい。それじゃあ、趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ、趣味ですよね。何かあったかな。趣味。あっ。ん？はい。私、無趣味でした。おいおい。だって、私本当に無趣味で。あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てよ。そうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。ですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ、褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ。初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。出るんですか。私だって特技くらいありますよ。
よくお年寄りに好かれたりしますよ。ふん、あ、確かに私おじいちゃん子なのでお年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。はいはい。ありがとうございます。それじゃあ、若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なことたくさんありますけど、まあ失礼ですね。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。え？それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。確かにそうですね、真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ、真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと？お疲れ。